はい、エルカチャンネルのショーです。なんてことはないんですけど、俺的には嬉しかったことが今起きてます。動画の内容としてはですね、同じ気持ちの人が多いんだなと思いました。最近ですね、 YouTube の動画を作ることがちょっといろいろありまして、できてないんですけど、代わりにショートっていうのがあるので、そちらの方にまあ身近なものを出してたんですね。まあ近所の野良猫とか、運転中にこれはと思ったのをまあドラレコの映像から引っ張ってきまして、それをアップしてるぐらいなんですけど、ですね、今回嬉しかったのはドラレコ映像でのやつだったんですけど、多分今ですね、それの映像が流れてるんじゃないかなと思うんですけど、こちらがですね、俺のチャンネルの中で今トップになりました。なんとですね、今日の時点で19万回再生されてます。俺の平均がですね、だいたいまあ後から伸びてきてたりするのもあるんですけど、そんなにいかないんですね。これまでの中で一番再生回数が多かったのでも1万回とかだったんですよ。それがもう1日1万回再生に近いぐらいの数字で伸びてきてます。いやー、びっくりですね周りのですね、すごい人たちってのはいっぱいいると思うんですよ。毎日何万回再生とかされてる方って多いと思うんですよ。その人たちからしたらですね、大したことじゃないんですけど、俺的にはすっごい嬉しかったですね。まあただそれが言いたかっただけの動画です。次回も俺にかかってこい。